ジエリチャンネル。こんにちは、カジエリです。はい、今日は初めての全上げ髪の毛で全部上げてみました。8月28日に発売するナーズのね、このオーガズムシリーズを使ってメイクをしてみました。今回限定発売するオーガズムシリーズがすっごい可愛かったので、思わずねメイクしたくなっちゃいました。すごいね、健康的だけど挑発的でかっこいいセクシーなメイクになってますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではメイクスタート。はい、では始めていきたいと思います。今日ベースはこちらを使います。エクスボーテのブライトカラーです。下地込みのね、オールインワンクッションファンデーションだから時短に仕上げられます。 SPF50 の PA4+ なので日焼け止めもいらないので、結構これ使うことね最近多いんですよ。パッパッパーっと。で、最近はそのレーザー治療とかも受けて毛穴を撲滅作戦にね入っていってるので、肌の調子も結構良くて、まだ完全にね毛穴が薄くなったわけじゃないんですけど、前よりはだいぶ目立たなくなったり、顔の色ムラとか顔のなんて言うんでしょう、張り感とかそういうのがね結構改善されてきたので、前に比べると。だからベースメイクはなんか軽くするようになりましたね。前ほどなんか重ねて重ねてみたいなのをあまり意識しなくなりました。だから最近あれ、キスのコントロールカラーとか出てこないでしょそれはなんかくすみとかが改善されてきたからあまり使わなくなったんですよ。で、今日ねちょっと気づく方いるかもしれないんですけど、なんか寝すぎてメガネ腫れてるんですよだからくっきりしたまぶたになってる今日。で、コンシーラーでちょっとだけ隠します。このね、赤みとニキビ跡、あ、忘れた、ここちょん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 ともう点置きしていきます。あ、そうそう、あとね、私最近食生活を、自炊になって、いろいろ野菜を摂るようにしたりとか、あとオイルとかもアボカドオイルとかサチャインチオイルとかアマニオイルとかにして、サラダ油をあまり使わなくなって、食生活をちょっと美容意識高めに挑戦してみてるんですけど、そのおかげなのかめちゃくちゃ便通が良くなって肌の血巡りが良くなったのか、唇のね血色っていうのが、前もっとなんか薄い色だったんですけど、ちょっと血色アップしてきてて、すっぴんでも何もつけなくても結構ね唇の色が血色良くなってきました。嬉しいことです。これは私にとってそれが一番食生活を変えて変化出てきたところかもしれないです。で、エクスボーテのクールフィットカバー、これを鼻周りにポンポンと崩れやすい部分だけにします。もうあんまほっぺたとかはしないように、この鼻周りと口周りとこの顔の中央の部分だけにします。あとまぶたかな、まぶたが若干やっぱ崩れやすかったりするので、ここのねツヤはちょっと活かしておきたいです。で、眉毛もね前よりだいぶ生えてくるようになったので、自眉毛を活かしながらメイクしていってます。今まで眉尻生えてこなかったんで、眉尻が最近生え出して、このホヤホヤ毛ですら愛おしく感じる今までほんまになかったから眉毛、なんかね処理しなかったら生えてきました。今日はね赤み眉を作っていきたいので、こちらの風味のアイブロウパウダーを使っていきます。この赤っぽい真ん中のカラー、眉毛のこのちょうど埋めたい部分にサササッとブラシを寝かせながらのせていきます。で、ダークブラウンを取って眉尻に、特にね今日は眉尻をなんかシャキーンと細くしていきたくなくて、最近の私のメイクそんな感じなんですけど、ぼやっとした眉毛を最近作ることが多いですね。今までは眉尻シャキーンが結構主流だったんですけど、私のメイクの中で最近ちょっとこういう風なぼやっとした感じが効いてます。ナチュラルカラーを平筆に取ってぼかします。これぐらいねぼさっとした方が最近は好き。ちょっとムラがある部分とか、この辺ポコって穴開いてるところはトントンとスタンプ塗りしていきます。どうしよう、眉毛はちょっと濃くしたい気もするから、とりあえず眉マスカラはしないでおこうと思います。
そして今日使いたいアイシャドウのパレット、じゃーん、オーガズム X、 じゃーん、こんな感じのね、若干赤みがかったオレンジだったりバーガンディのような配色になってます。マットシマーシャイニーの質感がね楽しめる配色になってます。コーラルシマーなアイシャドウとゴールドラメとカラフルなラメが入ってるコッパー系の色、マットな深めのローズピンクで、右下のカラーがラメ入りのパープルがかったブラウンになってます。で今回使っていきたいなと思ってるのはこの配色なんですよ。 1,2,3 3つ使っていきたいなと思ってます。ちょっとピンクがかった感じのメイクにしたくて、今日はそっちの配色でいきたいと思います。結構発色がいいので薄くつけていくのがポイントです。まずこの色使います。ちょっと広めに全体にねキラッとするように入れます。ゴールドラメやゴールドパールがたくさん入ってて肌なじみがよく、なんかほてった感じのねすごい綺麗なツヤ感を出してくれます。独特なんですよね、ほんと内側からじゅわっと出てるような血色感とゴージャスなツヤ感、それがねすごく可愛いです。こう目を開けた時に目尻にうっすらねこうかかるような感じでつけていきます。下まぶたも、そして次にこの深めのローズピンク、ちょっとね赤っぽい色もね混ざってますね。くるくるっと回転させるような感じでつけていきます。上からマットを重ねることでまた新しい質感になります。でこのグラデーションが好きですね。ちょっとオレンジっぽいコーラル系のアイシャドウにローズのグラデーションを重ねることで新しい色になる気がします。でこのパープルがかったラメ入りのダークブラウン、目尻側にのせていきます。くるくるくるっと、あんまり濃くなりすぎないようにカラーを重ねていきます。ちょうど目尻の部分にくるくるくるっと、目を開けてくるくるした方が分かりやすいかもな。わかりますか、ちょっと強めな感じの目元になってるの、かわいい。でこのいつも使ってるミニブラシ、このブラウンというかパープル系の色取って目尻長く引いていきます。いつものこのレブロンのアイシャドウの一番上のカラーをチップでちょっとだけ軽くこの目頭の部分にだけのせます。で目頭の上にのせたらこの先ほどのカラー、上まぶたの全体にのせたカラー、このカラーをちょっと目頭の方にのせます。ハイライトカラーのせずにこのアイシャドウ入れたら多分結構目がどんよりしちゃうんですけど、ハイライトカラー入れてから目を明るくしてからこのカラーを入れると結構色が馴染みやすいのでこういう入れ方をしていきます。でビューラーします。そしてまつげ、ちょっとね強くなりすぎないようにマスカラ下地を塗らずにマスカラだけでやっていきたいと思います。黒で軽くささっと塗るぐらい、あんまりねパキッとまつげを強調するというよりは自然な流れを作っていきます。アイシャドウが薄い色だったりあまりアイシャドウの色を強調しないときはまつげを際立たせて見せていくんですけど、今日はちょっとまつげを強調というよりは自然な流れを出していきたいと思います。で目元はこんな感じなので、チークする前にリップを塗ろうと思います。
リップもオーガズムのこの新しい限定色を使っていきます。パッケージもねスポーティーでね可愛いんですよ。先ほどのねパッケージもあの蓋閉じた状態だったらこんな感じでなんか可愛くないですか。スポーティーなんですよ。ちょっとねオレンジっぽい感じのカラーです。ゴールドシマーな、ね、色でめちゃめちゃ可愛いんですよ。チークも可愛いでしょ。このパッケージおしゃれじゃない、はい、ハイライト入りのこちらのカラーです。真ん中のピンクがかった色とオレンジっぽい色と両方ちょっと混ぜて使いたいなと思います。ピンク、1,2 トントン 1,2 トントンぐらいちょっと高めでもいいかもしれないです。あまり濃くなりすぎない方がいいかな。これぐらい。これも同じくゴールドシマーなカラーですごいこうツヤ感がねナチュラルで綺麗です。ナーズのチークは肌を綺麗に見せてくれるチークだから、で特にこのオーガズム X は内側からジュワッと血色感が出るようなチークなので色っぽさもね出てすごい好きです。でノーズシャドウ入れます。ノーズシャドウは顔の中心だからねすごく大事です。陰影をつけていきます。ちょっと彫り深めにしていきたいのでこのカラーを眉毛の下とまぶたの間に軽く入れたいと思います。で彫り深く見せていきます。ハイライトはせっかくなのでこちらのハイライトをね使っていきたいと思います。鼻筋もしかしたらちょっとギラギラっぽくなるかもしれないけどちょっとねせっかくなんで使っていきたいと思います。うん、鼻先だけでいいかも。鼻先とあとここちょうど鼻の付け根ここがキラッとする感じ。扇状のブラシに変えて額、ゴールドなのですごく肌なじみがよくて健康的なおツヤ感が出ますね。うん、なんかおしゃれですね。すごくない？この光を集めてる感じ顔にで最後これもナーズで私からね私がね普段使用しているこちらナーズのシェーディングを使っていきます。ナーズのねアイテムはお値段以上に高見えする顔質感を作ってくれるのですごい好きですね。で若干目尻の方もうちょっとラインがあった方がいい気がするのでこちらのボルドーのアイラインをちょっと目尻にサッと引きたいと思います。OK、これでメイクは完成です。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じです。ゴールドのねハイライトもめっちゃ健康的なツヤでさ可愛くない？でやっぱり目元が結構発色がいいので濃くなりすぎるかなって思ったんですけどでも意外とねやっぱリップが割と薄付きなティントなのでこう色味がねすごいバランス取りやすいです。でそのアイシャドウの色がローズピンクをね混ぜてることで色味がね今までにない色でかっこよくてすごく好きです。健康的でちょっと強めだけどなんか色っぽさもあるようなメイクになったんじゃないかなと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。